はいどうも、カオスマイスター星座俊平と申します。対戦相手の方が見つかりました。ハルマさん、ホワイトンパーティーやボーマンダ、エンペルト、カプコケコ、テッカグヤ、ドサイドン、リザードンと。ドサイドンか、なるほどね。テッカグヤ、あーそっか、鋼が 2体いるな。テテフリザードンは絶対必要な。あとなんだ、ポリゴン2かランドロスか、こっちのメタグロス多分倒せないからリザードンだと思うんだよね。ラスト、あーランドロ、ランドロス選出するしかねえな。ボーマンダ、ボーマンダ、ボーマンダできついんだよね。いやいや、リザカプテテフ、リザードンランドロス。はい、ハルマさん対戦よろしくお願いします。みんなガラル地方行ってんのに未だにアローラにいるよ俺。早くソードシールドやりてえよ。テッカグヤ、ここね、一か八かの挑発打ちます。挑発、普通にヘビーボンバーか、宿り木の盾出せない、オッケー、そういう方だよね。じゃあここね、Z 技切ります。でっかく引っ込め、ボーマンダー死ぬぜ。さあマキシマムの、ドイナルキュー、マキシマムの石田海人、マキシマムのジェイソン・リー、マキシマムのドラゴン・キッド、マキシマムの吉野正人、これで、マキシマムサイブレーカー。さあボーマンダ突破。さあどうする、これでマンダ突破。テッカグヤ、相手のラストってなんだろう。カプテテフに出せないドサイドンの可能性高いな。ここね慎重に行くか。おそらくヘビーボンバーなんで挑発打ちます。挑発、ヘビーボンバーか。オッケー、ビーストブーストで防御、オッケー。じゃあここでリザードン出していきます。さあここでそうだな、何が出てきてももう大体オッケーだろう。大文字打ちます。あーやっぱ突っ張ってきたね。大文字、はい、切断。お前切断してんじゃねえよお前この野郎。ハルマな、よし晒してやるお前。大文字打ち当てていく。もう俺の勝ちは決定だな。切断しねっていう名前でやってんのに切断だよお前。お前最低だぞ本当。警備の矢島でもこんなことしねえわ。
こういうね、あの新作ソードシールドが発売するとこういうやからが増えるから、もうやりたくなくなるんだよ。しょうもない、ライモンでポケモン強いもん言うてね、アデオス言うておりますけど、はぁ、ほんと最悪やわ。もういいわ、今日はこれで終わりにしたるわ。もう近いうちにソード&シールドやって、全クリして、ポケモン育成して、で、今度はレーティングバトルじゃなくてランクマッチっていうのに変わるんで、そのランクマッチができるようになったらまた、動画アップしていきます。はい、だから今度はね、あのソード&シールドガラル地方の世界でお会いしましょう。それではアデオス、シェリー正直くたばれ。